難易度高いものはたくさん書かれてますね。独特なその指使いのこう考え方みたいなのはある気がしますね。なのでその彼のその意図した体の使い方というか、そういうのに慣れていかないとちょっととっつきにくい部分があったりはするのかなと。彼のなんていうか独特のちょっと一歩引いたスタンスみたいなのが割となんか自分の感性とこう ピンと波長があったというかですね、本当にショパンとかと同年代なんですけど、ロマン派的ではないアプローチっていうのをたくさんしてる作曲家で、視野の広さみたいなものに惹かれました。本人がユダヤ教徒、ユダヤ人でしたので、そういう意味でかなり、まあ、変わり者扱いはもちろんされていたようですし、もちろんあのユダヤ人のコミュニティはあったんですけど、後半生そのショパンが死んで、でパリの音楽院の教授になれなかったのが1848年ぐらいに、でその後ほとんど1888年まで生きてるんですけど、まあ、ほぼ引きこもりのような人生を送っていると。ね、こう取り組んでる身からすると本当に理解してるのは自分だけだぞみたいな、そういう感じもあるのでちょっともしかしたらすごいメジャーになっちゃったら悔しい思いがあるかもしれませんけどいやでももちろんあのたくさんの人に聞いていただけたらなと思って。